どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。多分これを見てるときはこんばんはだ。今日は何の日ですか？メリークリスマス。聖なる夜は聖なる夜はやっぱりみんなでね、ワイワイと過ごしていきたいと思う。うん、去年も一昨年もこれ言った。同じセリフかな？変えますかな？あれ？でも裏切り者がここに一人。いてどこかな？どこかな？やめろ！やめろ！セーナル！あっちゃいっちゃい！はい。はい、ということで、はい、今回、4人で、マインクラフト憂鬱な世界のクラフターズクリスマス特別編ということでやっていこうと思うのですが、今回は何をするのかと言いますと、はい、まあ、クリスマスといったら、何ですか？サンタ。サンタ。クリスマスツリー。クリスマスツリー。そして、ん？プレゼント。そして、ケーキ。その通り。というわけで、今回は、この、あり余りすぎたこの場所に、ケーキハウスを作っていきたいと思います。大きさはで、このボックスは一体何かと言いますと、サンタさんからのプレゼントです。これはなんかワークヒアちゃん突然あったんですね。そう、なんか置かれててね、なんだと思ったら、ほら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 、突然の羊毛が配られるありがたい、ありがたき幸せ。これはプレゼントかな。まあこれで頑張ってケーキハウス作れっていうことだね。ですね。うわ、悲しい強制労働をサンタに強いられるやめて。じゃあ早速今回はケーキハウスを作っていきましょう。やっていきましょう。だってになっちゃったから熱い。やめろバッキャッチ。てめえ暗い上がりチキンパック。チキンパック。チキンパック。それ。フィッシュバッグ。なんだ魚とチキンの、鳥の戦いが始まった。魚派と鶏肉派かな。カルシウムなめんな。チキンだぞ、とっちゃ。はい。茶番はいいとして、早速やっていきましょうか。はい。じゃあまず下から、だから茶色どこだ、茶色どこだ。これやっぱり看板欲しいですね。だね、あ、あった茶色。どこだ？あの、ダメよな。じゃあ大きさよ、大きさ。大きさ。大きさ。で、下地を作っていこう。とりあえず 64×64。 マジか、でかすぎね。でじゃあ 32×32。 まあもうすでに数えてないって言うんですよ。もうすでに数えてない。私さりげなく数えながらやってる。30、31、32、 OK。 OK。 はい、じゃあ伸ばしていきましょう。これちょっと俺中の松明取っとくわ。お願いします。あ、これ中埋めます？茶色で。いや、ケーキハウスなんで中、でも床が、そう、あ、そう、床をどうするかを今考えていた。あ、なるほど。白にするか、茶色にするか。見やすさ的には白だけど。ですよね。再現するなら茶色ですか？再現するなら茶色。ケーキらしさを出すなら茶色。クラフター的に作るなら白。ここでアイテム紫。その正解は、越後製菓。謎の
で、これ4人で埋めてるからなんかバラッバラなんだけど。どっから向きなのか分かんない。後ろが見えないから。中からやるか。それだいぶ迷惑だ。パッ。早速。さあこれ何段ぐらい茶色でやります？そうだな、3段くらいでいいのかな、いいじゃない。マジか。はい、じゃあ俺これやりすぎた。あ、ちょっと待って、それってさ、ウール足りなくね？今ボックスもう、そんなない？もうボックスもうやりすぎた感ある。いや、足りる。あとこれ、え、で、待って、これ入り口よ。入り口。てか、ところどころにこれ、あの、ナッツ感覚でグローストーン混ぜてもいいかも。何グローストーン？え、光源用。ナッツ、え、ケーキにナッツって入ってるの？入ってるの？暗い？ないけど、あの、暗い。作業しづらい。そこか。そこか。これは、ケーキにナッツは初めて聞いたぞ。この間、高明と二人きりクラフトしたときに高明には聞いたけどさ、サンタって信じてた？ある程度まで。ある程度まで。でもやっぱそこまで信じるもんじゃなかったでしょ。まあ、そう。実際起きちゃったから、信じざるを得なかった。あ、起きちゃった。あ、みたいな。どうしようみたいな。あ、ごめん。まあ、そういえばマイクラにストーリーモードができるみたいですね。あー、聞いた。え、何それ？知らないですか？え、知らん。何それ？なんか今、あ、ごめん。一応 PC 版でしょ。いや、全部のハードでるらしい。あ、それか。この間動画のコメントに海外版 PS3 版になんか最強のアップデートが来るとかなんかコメントで来てくれしてくれた方がいたんで、多分それじゃない？いや、でも多分これ説明を見る限りアップデートとかではないんですよね。なぬ？多分別購入なんじゃないですか。あー、めんどくせえ。一応ね、あの PSN に2000クレジット残ってから買える。安かったら買える。多分買えると思うよ。別販売か、もしくは追加なんか。でも追加だからそこまで高くはないから多分俺は買える、即。え、で、ちなみにこれ2層目何にするんですか？赤。赤。あ、白かな。てか待って、これあー高くね、これ。なんか高いね。あとさ、いちごをどこに加えるの？痛いって。だからすいません、ミスりました。なんかいちごってクリームに挟んでありません？あれですよね。いちごってどのくらいだ？え、誰かケーキの画像、あ、ケーキの画像調べる。できればチョコレートケーキ。ダメだ、ダメだ、俺たちそんなにケーキ食わねえからわかんねえ。いや、チョコレートケーキがいい。ケーキがいい。だってさ、これ、でも違う、ダメ、あの、白の羊毛。白の羊毛でショートにするんだから、普通のケーキじゃない、ホールケーキ。え、ショートだったらこれ、もうちょいなんか明るい色ってなかったの？あ、全然違え。色違くね？あのね、そこそんないらない。そこ2段で10。誰かハサミを。高明、ハサミ作ってきてくれ。オッケー、5個ぐらい量産してきて。はい。ただこれ、あの、一応言っときますけど、はい、ここで見ると2段なんですけど、もう外から見るとこの床の部分もあるんで、もう1段落ちちゃっていいです。はいはいはい。ああ、ね、あー、はいはい、わかった、オッケー。ちょっと一瞬理解苦しいんだけど大丈夫。あ、はい。あまり説明がうまくない。いや、大体分かってた。ちょっと並んだ。並んだ。
いやちょっとね、ケーキ食べ、ちょっとケーキ食いたすぎてね、並んじゃったんだよ。どのくらいで並んだら並びにいるのかな。あじゃあっす。隊長、はい、これ、いちご外に出てませんよ、全然。マジで一番上だけですよ、出てんのは。あー、じゃあまあそれでいいんじゃない、それでもいいんじゃない。側面は全部白です。はい。え、全部白。全部白。こっから白。はい、全部。こら、白ちゃんとしなさい。はーい。てか、これさ、まばらにした方がよくない？クリームとあの生地。確かに。だからこの辺ちょっとまだ茶色系入れたりとか。ああ、なるほど。なんかこのまんまだとなんか本当になんかピーンってなんかすごい貴重面な人が作ったみたいなケーキになってる。これはこれでいいんだけど、やっぱね。やっぱね。アメリカのでっかいケーキとかこんな感じじゃない？ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る。とでも思っていたか。なんだって？乗った。なんか始まったんだ。乗った。隊長、俺は投げてくんだ。隊長埋めててください。何？ヒロの心を？あ、ヒロの心はもう埋める隙間がでかすぎて無理です。諦めました。じゃい。なんかわがままじゃないと。はい。走れソリオ。なんだっけ。とりあえず先がわからない。あ、ごめん。続きがわからない。走れソリオの後なんだっけ。風のようにか。あ、風のように。風のようにってこんだけ生えたっていう。マジレスダメ、マジレスダメ。しかもサンタあれ生身で乗ってるわけですよね。そうだね。痛くないですか。痛いね。普通に考えたらめっちゃ痛いと思う。同様にマジレスしていく。ちょっと同様にマジレスしていく。闇が殺しに来たんだけど。殺しに来たって。闇が殺しに来てない。それは前に出るお前が悪い。あ、違う、今のは違う、ごめん。なんか全員あ、あれ、痛い。走れ、ソリ、ソリ、ソリ。ラップ風に歌ってみた。ソリソリ。走れ、ソリ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 。曲の原型がない。あ、闇そこはいらない。ミスターでございます。あ、落ちたでござる。見てないよね。ごめん、カメラにバッチリ押さえた。まずは、ちょっとそのファイル消しに行かねえと。そうするともう一回やり直しになると思う。いいな。あれ、ここの一段高くしたやつは誰だ。1対1だから。だから だから買うのはやめとけって言ったんだよ。ちゃんともう失敗した。これからだから買わないんだから。なんだこの争いは。おいやった。みんな敵になるときってあるよね。怖い。じゃないよっていう言い訳。ああ、みんな一気に一緒のとこやるから。いた。穴開いてる。はい。日を明けまして2日目でございます、作業。はい。はい。
前回とちょっとメンバーが変わりまして、ヒロが今日来れなくて、代わりに川さんが来ました。はい。ヒロは何ですか、頭は。頭何ですか。なんか糸を骨持って、本当にそれ。モンスターに糸を。ちょっと待って、あかんって。あかんって。あかんって、これは。いっぱいいるね。どうや。おー。はい、じゃあ前回の続きで、前回というか多分続きになってるけど、昨日の続きでこの上に何かを作るというお話でした。はい。で、この上に、6人のユースクラフターズ6人の顔を作るという案が出たのですが、はい、じゃあ大丈夫、泣いてるよ、泣いてるよ、うるごえうるごえ、何が生まれたんだ、何が生まれたんだ。じゃあ、じゃあとりあえず顔を作るとして、誰の顔、やっぱ俺の顔一番楽な、とりあえず緑と黒あれば作れっからね。え、白白。はい。三四五六七八。一二三四五六七八。憂鬱のラビリンスの方でボマーハウス作った私が。ボマーハウス作った私が、ちょ待って、落ち着いて、みんなちょっと落ち着いて、こっからこうの ここで1234、はい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 、終わった終わった終わった、はい、俺はい、はい、一人完成、はい、一人完成、はい、次行きます。次簡単なの。ヒロじゃね？誰かヒロの好きになって。あ、やりまーす。はい。似てんだけど。ね、なんで俺のところにそれ乗せてんの？なんか可愛いし。誰だよ。はい。じゃ、高木かも。高木かも。うん、そうだね。そうだね。で、間に白が入る。下の方、この辺。何かが違う。ここか。だな。ちょっとこれ上から見ないとよく。これか。ここ知る必要か。あ、そうだ。おー、すげえ。できた。2人目完成。上からちょっと見てみ、面白いよこれ。じゃあ次誰、俺らの隣に
並ぶやつ、並びたい人誰もいねえあ、じゃあ俺並ぶ。じゃあ俺がやる。あ、どうぞ。はい、ヤビくんです。はい、ヤビ。茶色と肌色なんてあるかな。あ、これ茶色いいかな、これ。ヤビくん木かな。ヤビくん木だね、これ。これジャングルの木じゃダメだよね。多分これ普通のやつだよね。普通だね。取ってきまーす。はい。じゃあ先母さん作っちゃおう。よいしょ。紫。とりあえず外周。3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3。あ、ダメだ。色違うんだ。赤入る。うん、赤持ってる。あ、右半分赤なんだ、これ。はい、あと真っ白。簡単だった。え、何この下向きの色か。はい、完成。なんか結構丸い。じゃあ次じゃあ後の3人が木が必要なんだよ。そう、とりあえずたくあき黄色だけ囲っとくか。黒だ、外周黒だ。黒ちょっと入る。はい、黒。この辺黒だよね。目はこれでいいんじゃない。あ、それっすね。うん、この辺こう。あと、あ、本物後ろ来た。よいしょ。はい、戻します。じゃあちょっと高明木置いてみて。残り浮いちゃう。やっぱそりゃ浮いちゃうけど。白い方がいいか。白だね。白だね、これ。白樺の方がいいね、これ。うん、いやでもこれ上から見ると思っ、そっちで見てるよりも結構いい感じで。まだ。あ、結構いい。いいね。口ないんだ、俺。ないよ。オッケー、できた。あと、鬼と、ヤビ。
鬼鬼超簡単じゃん、なんか鬼さんですね。ちょっとどいてからの木、木お願いします。白川さん何これ田中口見る何これ田中大丈夫、はい、はい大丈夫、またこれ有効活用になっちゃってる。有効活用なんだ、見えないじゃないですか、それ。あ、そこにあったら教えて。 あと2列、とりあえず2列置いて、口茶色、この辺なんか薄い茶色だよ。薄い茶色、うん、薄い茶色なかったよね。これ違う気がするんだ。そこに多く多く、なんかなんかないかな。鳥は寝ません、暗いし。あ、ダメ、鳥は寝よう。とりあえずジャングル置いてみる。ジャングルを置いてみる。赤鼻になってる。そんなんかいない。あ、割とそれでいいんじゃない？なんか違うけどいいんじゃない？もう。うん、まあ。うん、オッケー。オッケー。雑。雑。仕方ない。あ、最後ラビ。ラビ。お茶美味しい。はい、ヤビク、はい、茶色、ここ茶色だな。これが一番めちゃくちゃだ。いやー、上のあた、おでこのあたりは白っぽくて、顎のあたりちょっとジョリってるんだろうね。だから最初こっちの上のあたりはそれ白樺、まだある白樺。ありますね。ちょっと回んないで見えない、回転寿司じゃないんだから。自分の顔見てみればわかるんだけどさ、上とおでこと顎で色違うんだよお前。いや、うん、そうなんですけど、こっち側とこっち側違う。なんかすっげー雑。なんか口がずれてる。一旦この白樺の部分、まあ、全部ちょっと普通の木に置いてみて。なんか口に作っとけば。いや、いいんじゃないもん。ここ参拝処理場じゃないんでね、カオさん。誰だよ。カオさん、カオさん。誰だよこれ。なんか違う。なんか違う。なんか違う。なんか怖い。なんかカフェオレみたい。なんで赤鼻にしたがる。誰か派生で雪バイオームに多く取ってきて。わかった。同じやつ。雪バイオームか。あ、高木飛べるようにする。ありがたいね、それは。はい。はい、というわけで、ケーキハウスが
完成いたしました、今空中なんですけど、あと高明がちょっとあのラグ回線落ちしちゃったんで、まあ、もうすぐまたすぐ来ると思うけど、まあ、そのとりあえずその前に早速それをお見せしたいと思います。あぶねえ。お、大丈夫高明。いやもう時間ないからって始めちゃったから。あ、オッケー。うん、じゃあ早速そのケーキハウスをお見せしたいと思います。テレレレ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 レレ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 チラチラ。どうです、ヤビさん、あの自分の顔は。あれ、ただのヒゲ生えたおっさん。ヒゲ。方言はこれで十分じゃん。ゲジマユになってる。ゲジマユになってる。やばい。なんでだよ。はい、OK。はい、ということで、クリスマス特別編、あ、高木ちょっと邪魔。はい。うん、クリスマス特別編、憂鬱な世界のクラフターズ、でしたが、見事、ケーキハウス、このように完成することができました。ということで、クリスマス特別編は以上となります。こんな感じで、今回のクリスマス実況。以上となります、皆さん良い、クリスマスをお過ごしくださいということで、そろそろ芋フラッシュやめてくれませんか。はい、ということで、惜しいか、惜しいんだし。はい、そんなわけで、クリスマス実況をここで、終わりにしたいと思います。じゃあまた次回、の実況でよかったらお会いいたしましょう。じゃあ良いクリスマスを。バイバイ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 。痛い、痛い、痛い。痛いよ。バイバイ。バイバイ。バイバイ。痛いって、痛いって。ねえ、そんなに唇欲しいの、お前。いや、そういうことだよね。そんなに唇欲しいの、お前。口だいぶ濡れじゃねえか。あれだ。8個しかないけど。ああ、何がしたいかなんとなくわかった。なんで。女かよ。すげえグロストン、グロストンじゃない、レッドストンって案外できるんだな、言うの。かわいい、かわいい。照れてる。これでいいやん。これでいいやん。これいいやん。あ、オートセーブ。これいいっすよね。これ端じゃダメか、これ。やっぱそこの方がいいか。あ、端でいいんじゃないか。あれの方がいいっすかね。高明、かわいい顔できたよ。かわいいキャラになった。かわいいキャラになったよ、高明。あ、なんでいいのか。いいじゃん、これ。かわいいじゃん。え、異論があるんだったら、聞くけど。え、そういうことじゃん。